大阪知事、オリックスと阪神の優勝パレードを一緒にやる。阪神は6月14日のオリックス戦、甲子園をエキスポ2025ナイターとして開催し、大阪府の吉村知事と兵庫県の斉藤元彦知事がファーストピッチセレモニーを務めた。両知事ともに阪神とオリックスの関西ダービーでの日本シリーズを熱望。その上で吉村知事は斉藤知事と話をしてまして、両チームが優勝したらダブルパレードを一緒にやろうと、兵庫と大阪が一緒にオリックスと阪神のダブルパレードができたらと合同の優勝パレード案を披露した。斉藤知事もそういうことになれば面白い、やりますとうなずいた。アホなんか、これマジで誰も幸せにならなくて笑う。オリックス、阪神に主役奪われるのがオチ。阪神、18年ぶりの待望のパレードなのに別のチームがいる。正気か、それを一体誰が望むのだ。阪神のパレードは兵庫でやればええやん。1点の3ヶ月前やんけ。まさかほんまに両方優勝するとは思ってなかったやろうし、許したれよ。マジで5人くらい死人なだそう。でもこのまま降りた阪神優勝するのほぼ確定やけど、どうするんや、待ち壊れるで。立浪解任パレードと阪神優勝パレードを一緒にやろや。なんで兵庫の球団のパレードを地元球団と一緒に大阪でやらなあかんねん。